サターン V のサービスモジュール構成の断面図ソユーズ宇宙船の係装、推進モジュールの図サービスモジュールは構成要素である有人宇宙カプセル宇宙船操作に使用支援システムの様々なを含む。通常、無人の宇宙船であるサービスモジュールは電気システム、環境制御、推進材タンクなどのミッションのための重要なサブシステムと消耗品等の輸送に使用される。 サービスモジュールはミッション完了時に登機され、通常は大気圏再突入時に燃え尽きてしまう。ソユーズ宇宙船サービスモジュールを表すロシア語のフレーズは機器・アセンブリコンパートメントと直接的に翻訳されることがある。これはロケットエンジン、それらの推進材タンクおよび生命維持タンクとは別の圧力チャンバーにガイガンスおよびその他のコンピューターシステムを 配置するという設計上の特徴に由来する。ロシアは主にモジュール式宇宙ステーションに関して、モジュールという用語を使用する。宇宙船のアーキテクチャとシステム設計に応じて、一般的なサービスモジュールには通常次のものが含まれる。これはベースライン、サービスモジュールに使用されるが、サービスモジュールは追加機能のために変更することもできる。例として、 ジェミニ9号の機器モジュールがあり、これは米空軍が開発した宇宙飛行士操縦ユニットを搭載するように変更されたもので、ジ人サーナン宇宙飛行士によってテストされましたが、宇宙服が加熱してバイザーが曇ったためにキャンセルされている。最良の例として最後の3つのアポロミッションでは J シリーズのサービスモジュールに月周回軌道で写真や その他の読み取りを行う科学機器、モジュール米が含まれていた。ルナオービター宇宙船で使用されているものと同様のフィルムカメラに加えてコマンドモジュールパイロットが袋中に新宇宙エヴァを実行する必要があるため、アポロ15号と16号の2つのシム米も宇宙飛行士が登場したサービス推進システムで地球機関軌道投入を実行する前に月の サブサテライトを打ち上げている。サービスモジュールの概念のユニークな居住可能なバリエーションはソビエト TKS 輸送供給宇宙船のために開発された機能貨物ブロック。サービスモジュールの全機能に加えて強力な加圧貨物ベートドッキングポートを備えていた。これは再突入カプセルの前面にある従来の場所とは対照的に TKS の場合は 代わりに軌道を外すスラスターを備えた独自のダウンスケールサービスモジュールが装備されていた。これにより FGB は宇宙ステーションの延長としてドッキングしたままにすることができる。AB-CSM07 サービスモジュールオーバービュー。NASA 2021年2月5日閲覧。e x p l o r ザ r s Exploration Vehicle。NASA 2021年2月6日閲覧。 この記述にはアメリカ合衆国内でパブリックドメインとなっている記述を含むありがとうございます。